1000円だけ貸してちょうだい。1円たりとも貸せません。そんな。一見厳しいように聞こえる陽介の言葉だが、そこには陽介の家族を大切にする気持ちが込められていた。その理由を聞いた私は、陽介の深い愛に感銘を受けた。私の名前は田中さつき、50代の専業主婦だ。20代の頃に結婚し、それからずっと専業主婦として家事をこなしてきた。夫の陽介は優しくて、めったに怒るような人ではない。大きな喧嘩もせず、毎日幸せな生活を送っていた。私には小さい頃からの夢があった。それは結婚して両親のような夫婦になりたいという夢だった。私の両親はお見合い結婚で、結婚の話もお互いの両親が決めたそうだが、娘の私から見ても本当に仲のいい夫婦だった。父が亡くなる年まで毎年のように二人で旅行に行っていたし、私も夫とあんな夫婦になりたいと密かに思っていた。そんな両親を見て育った私は、両親ほどではないけれど、仲のいい夫婦として暮らしていた。父が亡くなったのは3年前だった。ある冬の朝、母が起きてトイレに向かうと、そこで父が倒れていたらしい。急いで救急車を呼んだものの間に合わず、その日のうちに亡くなってしまった。母はまだ健在で、父と暮らした家で一人暮らしをしていた。父のこともあったし、母もいつか倒れる日が来るんじゃないかと、私は気が気じゃなかった。何度か同居を提案したこともあったが、母としてはまだ元気だし、しばらく自由に暮らしたいのだという。ごめんね、わがまま言って。でも、もう少し元気なうちはここで過ごしたいのよ。そっか、思い出の詰まった家だもんね。それに、父との思い出が残る家を離れたくないのだろう。そんな母の気持ちがわかる私は、しばらくは母の意見を尊重することにした。お母さんとの同居、しばらく見送ることにしたわ。やっぱりお父さんと暮らした家は離れたくないみたい。そうだろうね。その気持ちもわかるし、もう少し好きにさせてみてもいいんじゃない？そうね。ありがたいことに、陽介は母の意見も尊重してくれて、改めて私たちは母との同居を見送ることにした。陽介との夫婦関係は順調だった私だが、一つだけ気にかけていることがあった。それは長男夫婦のこと。長男の雄太は優しい子に育てたつもりだったが、結婚してからはまるで別人のようにどんどん自分勝手になっていった。その原因は、おそらく、嫁のゆいさんだ。よく言えばしっかり者、悪く言えば気が強い性格のゆいさんは、初めて会った頃から、なんだか苦手なタイプだった。とはいえ、ゆうたは優柔不断で器用なタイプだったし、私も陽介も、そんな奥さんの方がいいと思っていた。ただ、ゆうたとゆいが結婚した頃から、だんだんゆいさんの自分勝手な面ばかりが出てくるようになった。それと同時に、ゆうたもどんどんゆいさんの考え方に影響されていくようだった。ある日、私が普段使っている車のタイヤを冬用タイヤに変えようとした時のことだった。今の冬用タイヤは何年も使っているし、そろそろ買い替えが必要だった。どのメーカーのタイヤにしようかしら。違いがよくわかんないわね。そんなことを言いながら、ネットでタイヤを見ていると、たまたま遊びに来ていたゆうたとゆいさんが興味を持ったようだった。母さん冬用タイヤ買い替えるの？じゃあ俺たちの分も買ってくれよ。いきなりゆうたがそんなことを言うものだから、私は驚いてしまった。
結婚前のユータはそんなことを言わなかったし、自分のものは自分で買う性格だったはずだ。ちょっとユータ、あなた何言ってるの？私がユータをたしなめようとすると、隣にいたユイさんもすぐに賛同した。そうね、いい考えじゃない。お母さんに買ってもらいましょう。そんな二人の態度に、私はすっかり呆れてしまった。長男夫婦はお互いに30代で、ちゃんとした大人だし、タイヤも買えないほど貯金がないとは考えられなかった。うまく私を利用して、自分たちが得をしようという考えなのは、すぐに分かった。ちょっと、そんな高いもの、あなたたちの分まで買えないわよ。冬用タイヤといえば、4本セットでだいたい10万円くらいのものを使っていた。私は専業主婦で何を買うにも陽介にお金を払ってもらっているし、長男夫婦の分まで買う余裕なんてなかった。わかったよ。せっかくタイヤ代が浮くと思ったんだけどな。残念だね。自分のことしか考えていない息子たちの態度に、私は呆れて物が言えなかった。この時は何とか断ったものの、これからも何かあるたびに催促されるようになるのではないかと、私は心配でしょうがなかった。そんな出来事から1ヶ月ほど経ったある日、母の誕生日ということもあって、私たち夫婦と長男夫婦が母の家に集まった。久しぶりに集まった家族を見て、母も嬉しそうだった。お母さん、これ誕生日プレゼントだからよかったら使って。あらあら、ありがとうね。母はニコニコしながら私たちからのプレゼントを受け取る。俺たちからはこれ。おばあちゃんこれ欲しいって言ってたでしょ。よく覚えてたわね。ありがとう。はじめはこんな感じで、和気あいあいとした雰囲気だった。ところが、母の誕生日ケーキも食べ終わった頃、話は思わぬ方向に進んでいった。最初に話を始めたのは、ゆいさんだった。おばあちゃん、もしおばあちゃんに何かあったら、この家どうするの？せっかくの誕生日だというのに、いきなり縁起でもないことを言うゆいさん。私は嫌な予感がして、ふとユータを見ると、ユータもその話に乗り気のようだった。まあ、そんなことはいいじゃない。今日は誕生日なんだし、ねえ。ところが、私のそんな気持ちは伝わらず、長男夫婦は容赦なく母に問い詰めていた。おばあちゃんがいなくなったら、この家は住む人いなくなっちゃうだろ？どうするんだよ。そんなユータたちの勢いに押されたのか、母は困ったように考える様子を見せていた。そうね、そろそろ考えないとって思ってるんだけどね。まさか壊すわけじゃないよね。せっかく立派な家なのにもったいないじゃないですか。ちょっとユイさん。ユイさんのあまりの言い方に、聞いている私も気分が悪くなってしまった。壊すのはちょっとね、お父さんとの思い出の家だし。じゃあさ、俺らがもらうよ。は？ユータの言葉に、私はつい大きな声が出てしまった。母の誕生日だというのに、母がいなくなった時の話をし始めたと思ったら、自分たちに家をくれと言っている。その神経が理解できなかったし、もはや私の知っているユータではないように感じた。ユータのあまりの態度に、普段は温厚な陽介も言葉を強めた。今はそんな話をする時じゃないだろう。少しは考えなさい。そうよ。こんな時に何言ってるの？今日はおばあちゃんの誕生日会なんだから、そんな話しなくてもいいじゃない。私がユータを叱っていると、今度はユイさんがまくし立てた。でも大切なことですよね。おばあちゃんだっていつどうなるかわからないんだし。そうね。
いつどうなるかわからない、なんて言われた母は、少し寂しそうだった。私は家のことよりも、二人のそんな無神経なところに腹が立ってしょうがなかった。とにかく、家のことはそのうち話し合うから、今そんな話しなくてもいいでしょ？はいはい、すぐ怒るんだから。せっかくの誕生日会だったというのに、なんだか変な雰囲気になってしまったこともあって、その日はそのまま解散となった。家に帰ってからも私の怒りは収まらず、陽介としばらく話し合っていた。なんであんなになっちゃったのかしら。昔は優しい子だったのに。ゆいさんに影響されているのかもな。まあ、夫婦ってそういうものだけど、人の気持ちを考えられないのは良くないな。陽介も私も重い気持ちでため息をついた。そうよね。いつか痛い目を見ないといいけど。母の誕生日会から2ヶ月ほど経ったある日、休日にもかかわらず、陽介は家で仕事をしていた。私が家の掃除をしていると、どうやら天気が急変したようで、激しく雨が降り出した。ああ、洗濯物取り込まないと。急いで洗濯物を取り込んだと同時に、玄関のインターホンが鳴った。はいはいって、お母さん、どうしたの？そこには雨に濡れてびしょ濡れの母が立っていた。さつきちゃん、私もうダメだわ。そう言って突然泣き出す母。とにかくこのままでは風邪をひいてしまうと思い、母にお風呂を勧めて私の服に着替えてもらうことにした。私が大声を出したからか、陽介も心配して2階からリビングに降りてきていた。お母さん、どうしたの急に。実は、家を追い出されちゃったの。そう言うと、母は泣き出した。え？誰に？話を聞くと、母は長男夫婦に家を追い出されたとのこと。前からユータたちは母の家を狙っていたのは分かっていたものの、最近になって行動に出たらしい。いきなり家にやってきて、今日からここは俺たちが住むから、おばあちゃんは母さんたちと住んだよ。と言って追い出されたようだった。その時に引き出しに入れていた通帳や印鑑も持ち出せず、父の保険金まで奪われる形になったそうだ。あまりの横暴な振る舞いに、私はとうとうぶち切れてしまった。いくら家族だからと言って、やっていいことと悪いことの区別もつかないなんて、情けなくて涙が出そうだった。それを聞いていた陽介も、かなり険しい表情をしていた。母はお金がなくなったことよりも、父との思い出の家が奪われたことが何よりも辛そうだった。お父さんとの家がなくなってしまって、もう生きててもしょうがないわね。それにお金もないし。母はかわいそうになるくらい落ち込んでしまっていた。なんでそんなひどいことができるのかしら。信じられない。だからね、本当に申し訳ないんだけど、1000円だけ貸してくれないかしら。それを聞いた陽介がすぐにこう言った。お母さん、申し訳ないですが、1円たりとも貸せません。そんな。泣き崩れそうになる母に、陽介はさらに言葉を続けた。お金を貸す必要はないと言っただけです。これからは僕たちがお母さんを助けますから、お金の心配はしなくていいです。それよりも、ユータたちに復讐しましょう。そうよ。なんでお母さんがこんな目に遭わないといけないのよ。あの子たちに痛い目を見せましょう。そうして、私たち三人は、長男夫婦に復讐することを決意した。実は母の住んでいた家には、ユータたちの知らない秘密があった。それは、
都市計画道路によって立ち退きを求められていたということだ。母の家は車一台通れる程度の狭い道路の目の前にあった。ところが、その道路を二車線にするために工事をする計画があったそうだ。母はもちろん断るつもりだったが、立ち退き料がもらえることや、土地を自治体が用意してくれること、今の家を移築すれば他の場所でも同じ家に住むことができることを聞いて、立ち退きをするつもりでいたらしい。私たちもその話は聞かされていたが、ユータたちに伝える前に今回のようなトラブルになってしまったのだ。はじめは父の保険金を頭金にして移築を依頼するつもりが、ユータたちに奪われてしまったことで移築すらできない状況になったようだ。そんな話を聞いていた陽介は何かを決意したようにこう言った。じゃあ、僕の貯金で移築しましょう。そこまで迷惑をかけるわけには。陽介のいきなりの提案に母は遠慮しているみたいだった。立ち退き料をもらったら返してくれればいいわ。だからまずは家を取り返すのが先よ。ありがとう。こうしてどんどん長男夫婦への復讐が決まっていった。ユータたちは何も考えないまま母から家を奪ったらしく、家や土地の所有者の名義変更はしていないようだった。それをいいことに、母は立ち退きの手続きをどんどん進めていった。さらに、立ち退き期限までに今の家を移築しないといけないこともあり、早速業者に依頼する。ユータたちは自分の家のように使っているだろうが、家の名義は今も母だ。母が依頼すれば、ユータたちもそれに従うしかないのだ。母がうちで暮らし始めてから2週間ほど経ったある日、ユータがかなり怒った様子で連絡してきた。なあ、立ち退きってどういうことだよ。聞いてないぞ。せっかく自分たちだけの家が手に入ったと思ったのに、信じられない。ユータはかなりブチ切れていて、電話口の向こうではユイさんの声も聞こえた。おばあちゃんは前から決めてたのよ。あんたたちが勝手に家を奪ったのが悪いんじゃない。立ち退きってことは、俺たちは今の家から出ていかないといけないんだろ。じゃあ俺たちはどうすればいいんだよ。ここに来て自分のことしか考えていないユータの言い分に、私はめまいがした。知らないわよ。あんたたちね、おばあちゃんからお金も奪ったらしいじゃない。それでどうにかしたら。母のお金を奪ったことに触れると、なぜかユータの反応がおかしい。もしかしてと思い尋ねてみる。もしかして使っちゃったの？いや、まあ、車の頭金に。罰が悪そうに話すユータに、私は堪忍袋の尾が切れそうだった。え？もう使ったの？何考えてるのよ、あんたたち。父の保険金はそんなに多くなかったが、母一人が暮らしていくには十分な金額だった。それを奪った挙句、車を買うお金に使っていたなんて信じられなかった。しかも話を聞くと、どうやら父の保険金を頭金にしてローンで高級車を買ったらしい。信じられない。ありえない事実の数々に、私は頭を抱えてしまった。こんなことは、なんて母に説明すればいいのだろうか。とにかく、自分たちのことはどうにかしなさい。そう言うと、私はそのまま電話を切った。それからさらに数日後、再びユータから連絡があった。おい、あれなんだよ。あれって何よ。なんかさっき業者が来て、この家を解体するって言われたんだけど、どういうことだよ。どうやら母の依頼した移築専門の業者が家にやってきたらしい。ユータはかなり焦っているようだった。だから解体するのよ。おばあちゃんがそう決めたの。何勝手なことしてんだよ。俺たちの家なのに。
そんなユータの言葉に、私はつい言葉が強くなる。あなたの家じゃないでしょ！おばあちゃんを追い出しただけのくせによく言うわよ！私の言葉に対抗しようとしたのか、電話口に出たのはユイさんだった。え？何言ってるんですか？この家だって若い人が住んだ方がいいですよね。年寄りが住むより全然いいじゃないですか。年寄りって、あんなった。あまりの言い方に、私はつい怒鳴りそうになったものの、長男夫婦に痛い目を見せるためにぐっとこらえた。とにかく、あんたたちはもうその家に住めないわ。さっさと出て行きなさい。それだけ言って、私は電話を切った。どうやらユータたちは移築ではなく、ただの解体だと思っているらしい。その方がこちらにも都合が良かった。母が依頼した業者は、もともとの知り合いだったらしく、今回の移築は、孫夫婦には解体ということにしておいてくださいと伝えてもらった。移築することが知られたら、移築先でも家を奪われる可能性があるからだ。母はそこまでしなくてもいいんじゃないと言っていたものの、私と陽介が話し合って決めたことだった。さらに優太たちは立ち退き料をもらえることは知らないようだ。後から母の立ち退き料まで狙ってくる可能性があったから、それはユータたちに教えないでおくことになった。私と母が移築や立ち退きの手続きをしている間、陽介も弁護士に依頼して、とある書類を作成していた。どんどんユータたちへの復讐を進めていく私たち。あとはユータたちが家を出て行って、移築が完了すれば完璧だ。移築を開始してから8ヶ月ほど経って、やっと母の家が完成した。それまでは息子夫婦に知られないように、母はずっと私たちと暮らしていたし、特に連絡も取っていなかった。長男夫婦は急に家をなくしただけでなく、高級車のローンも追加されることになり、かなり貧しい暮らしを送っているようだ。さらに高級車はメンテナンス費用やガソリン代もかかるため、毎月の給料があっという間になくなってしまい、貯金もできないような状況になったと聞いた。これだけでもかなり自業自得な長男夫婦だが、私たちの復讐はまだ終わらない。あまりに自分勝手な長男夫婦には、もっと痛い目を見せないといけないと思っていた。最後の復讐をするため、陽介が長男夫婦を家に呼び出した。それから少しすると、埃だらけの高級車に乗った長男夫婦がやってきた。車から降りると、二人とも伸びきったジャージのような服を着ている。明らかに生活に困っているというような見た目だった。なんだよ話って。お前たちにこの書類にサインしてほしい。そう言って陽介が長男夫婦に見せたのは、一通の契約書だった。は？何これ？その契約書には、今後一切祖母である田中幸子に近づかないことと記されていた。そう、移築した家を乗っ取られないために陽介が考えた方法だったのだ。はあ？家族なのに近づくなって意味わかんないんだけど。お前たちがまたおばあちゃんにひどいことをしないように作ったんだ。ちなみにこの誓約書は法的効果があるから、万が一破ったらどうなるか分かってるよな。いきなりそんなことを言われた長男夫婦はかなり不服そうにしながらも署名をすることになった。ち、分かったよ。こんなことまでするなんて。署名の終わった誓約書を引き取り、ようやく陽介が本題に入った。ここで本題なんだが、俺は最近遺言状を作ったんだ。遺言状？いきなり遺言状の話をされ、よくわからない様子の長男夫婦。俺に何かあったら、俺の遺産はすべて海外の恵まれない子供たちに寄付することにしたんだ。は？なんだよそれ！普通俺らに相続だろ！
思っていた通りの反応が返ってきて、思わず笑いそうになる私とユウスケ。大事な家族から家やお金を奪うような奴らに、自分が稼いだお金を渡したいと思うわけないだろ。でも、そんな大した金額じゃないですよね。ちょっと自意識過剰すぎません？意地の悪いユイさんの言葉に、陽介が得意げに話し出した。実は、来年の春から社長になることが決まってな。は？嘘でしょ？いきなり告げられた真実に、長男夫婦は驚きを隠せないようだった。嘘じゃない。仕事での業績が認められたんだ。だからこれから遺産は増える予定だし、それはお前たちに相続されない。今までの自分たちの行いを呪うんだな。そんな。実はこの話は数年前から知らされていた。そのタイミングでユータが結婚したこともあり、金銭的に余裕が出たら長男夫婦に一軒家を建ててあげてもいいかもな、なんていう話をしていた。ところが、母に対してあんな仕打ちをしたこともあり、もちろんその話は白紙になった。陽介は遺産の相続すらしたくないと言って、遺言状を作ることにしたのだった。陽介は家族を大事にしてきたからこそ、長男夫婦の行いが許せなかったのだろう。その事実を知った長男夫婦は、ただその場に立ち尽くしているしかできなかった。その後、長男夫婦は私たちともあまり連絡を取らなくなった。相続の件でかなりショックだったのだろう。私たちの家に遊びに来ることは一年に一度程度になってしまった。未だに金銭面ではかなり苦しく、とうとうユイさんが働きに出ることになったらしい。しかも昼の仕事では稼げないからという理由で、スナックを何軒か掛け持ちしているそうだ。金銭的に余裕のない長男夫婦は生活リズムが合わなくなったこともあり、前よりも夫婦仲が悪くなったらしい。人から奪ったお金を頭金にして高級車なんかを買うから自業自得としか言いようがない。ちなみに長男夫婦が住んでいる場所は治安があまり良くないこともあって、家賃が安いアパートが多いようだ。そんな治安の良くない場所に高級車を止めているから何度か車上荒らしに遭っているらしい。フロントガラスを破られたり、タイヤをパンクさせられたりと、かなりやられてしまっているという。屋根もないような空き地に止めているみたいだから、いたずらの標的になっているんだと思う。高級車ということもあって、修理の費用も馬鹿にならない。そこで長男夫婦は、とうとう高級車を売ることを決めたようだ。高級車を売って、そのお金でコンパクトカーでも買おうということになったらしい。ところが、車を下取りに出そうとしたタイミングで、何者かに車が盗まれてしまった。被害届は出したもののなかなか見つからず、車もないまま、莫大なローンだけが残る結果になってしまった。一度だけうちに泣きついてきたけれど、母の件でまだ怒りが収まっていなかった陽介は、自業自得だと言って長男夫婦を追い返してしまった。私も自業自得だと感じていたし、これを機にまたこちらに甘えられても困るので、陽介の対応が正しいと思っていた。それからはさらに長男夫婦は私たちを訪ねてくることはなくなった。母が移築して引っ越してきたのは、偶然にも私たちの家の近所だった。一時は母との同居も考えたけれど、近所に住んでいるなら見守ることができて安心だ。母が近くに引っ越してきたことで、さらに楽しい毎日を送っている。お互いに作りすぎた煮物を分け合ったり、時間のある時にお茶しに行ったり、一緒に買い物したりと、今までよりも母との時間が増えて大満足だ。そして移築してから数ヶ月後には、無事立ち退き料ももらえ、母は金銭的にも安定した生活を送っている。
長男夫婦に家を奪われた時はどうなるかと思ったけど、陽介がお金を立て替えてくれたことで、すべて丸く収めることができた。本当に感謝しているし、最高の夫だと思う。私はこれからも夫と母を大切にして暮らしていこうと思っている。